ウィッテンマンルイス XNBL-1 ウィッテンマンルイス XNBL-1 はアメリカ合衆国陸軍が1920年代の初めに開発した爆撃機である戦略爆撃を行うために搭載量が大きく長距離飛行が可能な爆撃機を目指して開発されたが失敗作となった XNBL-1 長距離夜間爆撃実験機 エクスペリメンタルナイトボンバー、ロングレンジは、ウォルター・バーリングによって設計された。バーリングはこれ以前に、大型の採用爆撃機、タラント・テーバーを設計していたが、テーバーは1919 19年の初飛行で転覆する、事故を起こして破損していた。XNBL-1 は、テーバー同様6発機であったが、エンジン配置は、テーバーのものから、改めて、 胴体と同じラインに並べるよう変更された。10個の車輪のうち2個は転覆防止のため前方に突き出して取り付けられた。デートンのウィルバーライト飛行場で組み立てられ、総額52万5千ドルの開発費が投じられた。1923年8月22日に初飛行し、2 3 0 0ラムの爆弾を搭載できたが性能は悲惨なものであった。複雑な3枚の主翼と、 市中、朝鮮により大きな空気抵抗が生じ、全負荷状態では最高速度時速 155km で、わずか 270km しか飛行できなかった。短距離用として同時に開発された、マーチン NBS-1 は 900kg の爆弾を搭載して、同じ速度で 725km を飛行することができた。デトンからワシントンへの飛行では、 アパラチア山脈を越えることができず迂回しなければならなかった。アルミ合金製の胴体部品の使用や電気機器の採用、エンジン制御などに先進的な特徴があったが、格納庫の建設費用が70万ドルに達すると見積もられたこともあって量産されることはなく、試作機も放置された後1928年頃までには解体されてしまった。 税金の無駄遣いだと批判されるのを恐れて、軍の交換が解体を命じたともされる。1935年に、ボーイング XB-15 が製作されるまで、アメリカで最も大きい航空機であった。ありがとうございます。